まずはホークスの先発武田がヤフオクドームのマウンドに上がります。さあイーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか。ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。三振を取りました。まず1つアウトを取りました。バッターは小深田武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー武田、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。外に決まりました。ワンボールツーストライク。打ちました。これはサードライナー。打席には3番バッター小郷。ツーアウトになっています。初球打ち、緑、素晴らしい守備を見せてくれました。この回イーグルス3人回の表、イーグルスの攻撃。バッターは DH 浅村。ホークス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。いいところへ決まります。152キロ。いいところに決まってますよね。インローへ切れのある変化、空振り三振、ワンアウトです。打席には5番バッターフランコ武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。この球は外れています。外の低めです。ワンボールツーストライク。この球は落としましたが決まりません。インサイド落ちました。これはどうか、セカンドが取る。アウト、ツーアウト。打順は6番岡島。ツーアウトランナーありません。打ちました。ボテボテ、サードが前に来る。一塁アウトでスリーアウト。小宮山さん、どうでしょう、2イニング投げてみて両投手ともに無難な立ち上がりに見えるんですが、いかがでしょう。まあ、そうですね、両投手ともに不安な部分であったんですが、うまく抑えましたね。この調子で投手戦を期待したいですね。確かにその通りですね。4球目は何で来るか。ボールになります。振っていきましたが三振。まず1つアウトを取りました。バッターボックス辰巳武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが2球目。打ちました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには太田。バントの上手い選手なので走ってきた。キャッチャー送球して滑り込んでアウト。盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。まあ本当いい形してますよね。いやピッチャーはホッとしたでしょうね。先制のランナーでしたからね。いや良かったですよ。そうですね。インサイド落ちました。ファウルになります。ボールカウントはワンボールツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回イーグルス